おはようございます、こんにちは、こんばんは。文化人放送局スタッフ T です。いつも文化人放送局をご覧いただきありがとうございます。本日も文化人スタッフ厳選注目22時半のニュースをお届けします。本日は野党関連ですね。野党関連、でコラボ再エネ関連で、コミュニティノートでツイッター新機能で論破されまくった公開処刑されている方々の内容、また78事件関連や LGBT 法案関連、そして自民党関連などご紹介したいと思います。ぜひ最後までご覧ください。これはやばいと思った方は高評価を、こんな情報もあるよって方はコメント欄で教えていただけると幸いです。本日もルールが厳しくなっている都合上インコ使わせていただきます。何卒ご了承ください。まずはこちら、昨日のスタッフ T の動画、木原誠二官房副長官へ文春砲第3弾発射、注目の記者会見、高市早苗大臣が同志議員の存在を明かし総裁選へ意欲、菅義偉で前内閣退陣時に肉薄、岸田政権迫る危険水域というふうな動画を配信させていただいたんですが、このコメント欄を紹介させていただきたいと思います。会見見ました。お父さんの声が全然聞こえなかった、残念、涙マークということで、これ先ほどの会見があったんですよね、今日ね。木原誠二官房副長官の文春砲の関連で、遺族の方の会見があったようなんですが、その件かと思います。また、昭恵さん、SP として高市さん、小野田さん、杉田さん連れて行ければよかったのにね、というふうなメッセージ。高市さん、キミちゃん、昭恵さんと一緒に外遊できればよかったのにね、立場上無理かな、というふうなメッセージ。また、高市さん頑張って、というふうなメッセージもいただいておりますね。そして岩盤保守層が離れたと言われてますが、ただただ安倍総理がいたから岩盤保守層は自民党を応援していてと思う。政治家さんたちは何を勘違いしてんだろう。本当に日本のトンチキたちと違って世界で評価されていたというふうに、改めて安倍元首相の評価されておられるメッセージなどなど、いろいろいただいておりますね。ガマの林はまだ衆議院に2年目、こんなやつあかんやろというふうな批判の声も出ておりますね。明日もいろいろ、他にもたくさんコメントいただきましてありがとうございます。明日も、明日はあれですね、長尾隆フライディライブですので、コメント紹介コーナーありませんが、ぜひ皆様のコメント欄のコメントを楽しみにしておりますので、お待ちしております。よろしくお願いいたします。では、今日の内容を活かしていただきます。まずはこちら。埼玉県県営のプールでの水着撮影会、暫定ルールを発表。NG 水着と NG ポーズも例示。ネットの反応、事例のイラストを描いた人に賞賛を送りたい、ただの絵なのにエロい、これでイラスト集作れよ、これの作者は有識者、県指定のポーズわらわらわらというふうに言われていまして、でこれについてカルタさんが、すったもんだの埼玉県水着撮影会、今度は埼玉県公園緑地協会が撮影会向け暫定ルール発表、過激とみなされるポーズやマイクロビキニに分類される水着等を禁止、NG ポーズのイラストまで公表、おいおいこんなものを配ってエロ親父丸出し、どこまで表現の自由に介入するつもりというふうに言われています。これ朝日新聞の記事を紹介されて言われていますが、ねえ、なんかもう、歪んできてるなって感じがしますね。で、こちら、令和河原版 .com さんの、こちらの内容なんですけども、令和大石明子氏、敗訴に無反省無理解ライブというふうに言われていますね。こちら、白川さんが紹介されています。令和新選組の大石明子氏が、山口の隆起氏の名誉を傷つけたとして、22万円の支払いを命じる判決。ところが大石は、YouTube で汚い言葉で山口氏を罵り、控訴すると述べたそうだ。これが党代表で国会議員、令和を支持する人の気が知れないというふうに言われていて、今回の判決は最低レベルでひどい。大石のツイートの計画的な強姦を行ったと、1億円超のスラップ訴訟を仕掛けたを重要な部分を真実と認められると判断している。だから図に乗っている。東京地裁を名誉毀損で訴えてもいいレベルというふうに言われていますね。そしてもう一つ。こちら、小野寺さんも、極めて正しい公平中立な記事である。この記事からわかるのは、大石明子という国会議員には、社会常識も倫理観もないという事実であるというふうに言われていますね。この戦いも引き続き、まだまだ続いていくかと思いますので、またご報告させていただきます。そしてこちら、シールズ奥田さんの父親、奥田さんのお父さんの方ですね。コラボはトップランナーとして社会に発信できる団体って言ってたんですけども、理事退任して逃亡というふうに言われていますね。理事を退任してるんだけど、わらわらわらと、ひまそらさんがツイートしておられますね。はい。
すごいですね。そしてこちら、移動は飛ばす格安パーキングを求めてさまよう夫の後半も始まった三浦瑠麗質素すぎる新生活とフライデーが報じているようですね。はい、だいぶ生活が変わってられるのでしょうか。なんかこちらですね、新オフィスは最低利用料が月額1万5000円で50万円ほどと言われた永田町のオフィスと比べると家賃は30分の1以下になっているというふうなことも言われているようですね。はい、いろいろ生活が変わってきておられるようです。でこちら石本隆さんですけども、あの岩国メガソーラーの工事がまだ始まる前、あくまで反対を続ける住民に対して事業者側は我々が開発しなければ事業が北朝鮮か C 国の会社に渡ってしまうかもしれないと住民の不安を煽ったそうだが、結局上海電力が事業を買収した。今思い返しても頭にくるというふうに言われていまして、こういうことがあったんだなというふうに、びっくりしましたね。そしてここから新規のコミュニティノート関連の公開処刑されている方々紹介させて、その関連のお話をさせていただきたいと思うんですけども、こちら神奈川新聞記者のこちらの方がですね、コミュニティノート支持の人々を見ていると、ああやっぱりなとというふうな反応をされているようです。ネットの反応、コミュニティノート不支持の人々を見ていると、ああやっぱりなとというふうに打ち返していらっしゃいますね。コミュニティノートって見ている限り口汚くないクソリップって感じですね。コミュニティノート支持の人々を見ていると、ああやっぱりなと。歴史関連では学問的裏付けがない閣議決定などをもとにコミュニティノートが記されているんでしょうかね。従軍慰安婦という言葉は不適切ですとかというふうに言われていますね。すごいですね。そして芥川賞を受賞した市川さん、なぜ重度障害者の受賞が2023年にもなって初めてなのか。あ、これはコミュニティノート関連ではないですね。ついに日本の人口 1.25 億人、重度障害者37万人、芥川賞は169回、中央値はログ分のログで234回だから、まあ、このようなことで234回だから随分と早く出てますねというふうに言われて論評されちゃっているようです。そしてこちら、沖縄タイムス安倍さん、私のツイートについたコミュニティノート客観を装っているが、ただの匿名ネトウヨコメントを煮詰めた感じ。コミュニティノート自立5人である、コミュニティノートは誰もが参加できますというふうにまたまた言われちゃってるようですね。はい、こちらが安倍さんのツイートですけども、私のツイートについたコミュニティノート、なんか客観を沿っているけどあなたの感想ですよね、問題解決の妨害ですよね、不評以外ですよね、というただの匿名ネトウヨコメントが公的な装いで表示されていて、まさに今のツイッターを煮詰めた感じの素敵な新機能ですと言われているんですが、これに対してこのようにコミュニティノートがついているようですね。八重山毎日新聞、石垣市の人口が5万人に達したことに自衛隊員と家族の数を含めずに公表すべきではないか、石垣に住む自衛隊員と家族は住民ではないのかと批判殺到というふうに言われています。これもコミュニティノート関連ではないですが、なんか八重山毎日新聞がこんなことを書いているようですね。そしてこちら、白坂さんというジャーナリストさん、ああ安倍昭恵ってどういう立場で台湾に行くわけ、私的な海外旅行ならば台湾の外交部が発表するわけないし、てんてんてん。コミュニティノート、安倍昭恵さんは現地民間団体の招きを受けての訪台であると報道されているというように、こちらもコミュニティノートがついていられるようですね。はい、なんかこの人ジャーナリストみたいですけども。でこちら小野寺勝さんが、こんな感じで、今日の小野寺さんのライブでもこの方について紹介されていられましたね。はい、こちらの方ですね。はい、これにもコミュニティノートがついているということですね。ぜひ今日の小野寺さんのライブもご覧いただけたらと思います。でこちらですけども、これ NHK の例の入管法に関係するドラマの内容を紹介されている方を紹介されて、アンケナポリさんが、これは不法滞在を助長させる極めて悪質な内容ですね。公共放送としての倫理の欠片も見当たらない。こんなことを許していいのかというふうに言われていまして、で、こちら NHK 関連して、フェイクニュース NHK も名指し、バノンアメリカ元首席戦略官会見で批判、日本の CNN に違いないというふうに言われていまして、この米国の有力な方がですね、これ2017年12月17日の記事なんですけども、このようにおっしゃってたんですね。NHK の名称を挙げたと。これは全然知りませんでしたね。いや、ほんとその通りという感じですね。で、こちら。コミュニティノートさん、ツイッター広告にも容赦ない。
リンク先は事業者の素性が明らかでないサイトですというふうに、このようにですね、ツイッター広告にさえもこうやって出ちゃったんですかね。これね、すごいですね。これは事実であればすごいなと思いました。そして、吉田小一郎さんがこのようにおっしゃっています。ツイッターのコミュニティノートへの反応を見ていると、左翼にとってよほど事実の存在とは不都合で、憎悪、怨嗟の対象なのだとよくわかりましたというふうに言われています。で、これ、吉田さんもコメントされておられますね。八重山毎日新聞のような限界左翼工作誌ではなく、まともな八重山日報を読みましょうというふうに啓発しておられます。で、こちら、これも、NHK の、例の、入管法のドラマ、入管法関係のドラマを書かれた方の、こちらその方なんですね。で、日本共産党さんが、推しは山添拓さん。入管制度の理不尽さをテーマにした小説、優しい猫を書かれた中島恵子さん。山添さんの国会質疑を聞き、本当に信頼できると語ります。6年間で260回もの質問をした山添さんのような人こそ国会に行っていただきたいというふうな。で、日本共産党さんが紹介されているようなんですが、小野寺さんが紹介されて、こんなガリガリの共産党シンパが原作者の優しい猫なんかを NHK が放送しちゃダメだったんだよ。こんな方なら不法滞在する外国人を善の弱者としてそれを取り締まる側を悪とする呆れたシナリオを平気で書けるのも納得であるというふうに言われていますね。ほんとこれもっと皆さん知ってほしいですね。で、こちら、統一教会を破壊するには安倍元首相を狙うしかなかった。山上哲也がツイッターで事前に予告していたことと、これプレジデントオンラインの記事が出ていますが、はい。ご興味ある方ぜひこちらご覧ください。そしてこちら、LGBT 関連の話題ですけども、トイレ判決拡大解釈に釘、自民女性を守る議連が声明というふうに声明を出してくださっていますね。はい、声明発表した。特定人の特定トイレについての判決だとして、不特定多数の女子トイレにおいて誤解によって不適切な取り扱いがされないように、女性の安心安全を守るべきだと強調したというふうにも言われていますね。はい。片山さつきさんが、こちらの最高裁判決について、一般のトイレ問題は別だと主張。ジャーナリストの桜よしこ氏は、判決を一般論に拡大させていくことは社会に混乱を起こす。LGBT に善意で特殊な措置を取りすぎれば、普通の女性が困難な状況に置かれると訴えたというふうに言われています。そして、こちら、ザクザクでも紹介されていますね。ご興味ある方、ぜひこちらご覧ください。そして、こちら、雅子さま、2年後に、渓谷ご訪問計画が政府内で急浮上。岸田首相も初の実績に意欲と言われているんですけども、これはどうなんでしょうかね。これについて有識者の方々にぜひご意見を伺いたいなというふうに個人的に思いました。で、こちら、エリアルフィアさんですが、半年ぶりにネットフリックスを少しだけ見る時間ができ、離婚しようよのリアルさに驚くとともに思うこと、全くドラマの批判ではないのですが、そのおかげで気づいたこととして、なぜ私たちはまだキャリアとスキルと実績を積み、プロフェッショナルとして働く女性アナウンサーやキャスターを女性アナと言うのでしょう。男性アナウンサーを男子と呼ばないし、もうやめませんというふうに言われていて、これに対して批判が上がっていて、確かに女子とか男子って言い方、大人が相手でも使うの謎ですね。まあ男性女性という大人っぽく、男子女子というと可愛く感じる印象の違いもあるのかも。男子アナという言葉のニーズがないんでしょうねというふうにこのようにコメントされた方に対して、私も成人相手にアナウンサーは女性だけ女子と呼ばれることに違和感を持ちましたが、確かにスポーツでは男子女子と使いますね。考えすぎだったのかもしれません。皆様ご意見ありがとうございます。女性アナウンサーやキャスターのご意見もまず、勉強したいですというふうに言われていまして、で、これに対して、アンカケナポリさんが、この程度のことが罪に指摘されるまで気づけないって、国会議員としてどうかと思いますよ。もう少し考えてから発信されてはいかがでしょうかというふうに言われていまして。ね、ちなみにこちら、アミさんがですね、女子アナと呼んでることで、先生に何かご迷惑でもかかったんですか？はっきり言って、もうこの種のイチャモンというか、ヘリクツというか、ジェンダーファンタジーとか、いうか、もううんざりしてるんです、というふうに言われていたり、ボギーテドコンさんは、それをことばかりと言います。バッジをつけた方であるなら、国家国民のためになる政策立案に邁進されてくださいというふうなコメントもされていらっしゃいますね。皆さんはどう思われますでしょうか。ね、このお話も賛否両論あるかなと思いましたね。で、こちら、マイナンバー、誤登録で立ち入り検査、デジタル庁に批判紛失、政府内からも司令塔としての役割を果たせていないというふうな声も上がっているようですね。はい、河野太郎さんは、
11日から22日まで北欧と中東を外遊中、委員会の求めに応じて適切に対応するとのコメントを発表したということで、外遊のご不在時にこのように立ち入り検査があったというんですね。デジタル庁に対しては政府の司令塔としての役割を果たせていないといった批判も政府内で強いというふうに言われていまして、こんなごたごたしているときに外遊、重要な外遊に行かれているのでしょうか。で、中尾さんが紹介されていますね。デジタル庁への立ち入り、岸田政権に大きな打撃、マイナ問題の再発防止に危機感、大半が人為的入力ミスとのこと、自治体職員、公務員が作業しているのか、それとも派遣職員、たまにいるスキル低いか、膨大な作業にコスト意識は排除されるべきですが、どうなのか、というふうなこともおっしゃっています。で、こちら、麻生副総裁が岸田省にエール、私立なんて当てにならない、吉田茂、岸信介両元首相は退任後に高く評価というふうにエールも送っておられるようですね。こちら、平井さんの記事ですが、1年は腰を据えてが民意か、岸田内閣、私立、続落ものんびり外遊、不思議に上がらない岸田おろしの声ということで、岸田おろしが上がらないと、その声が上がらないというのが本当不思議でなりませんよね。不思議なのは内閣支持率も政党支持率も下がり続け、マイナカードや少子化対策などの政策の評判が悪いにもかかわらず、党内に岸田氏の声が上がらないことだと言われていまして、岸田首相の周辺も側近の木原副官房長官、官房副長官についてのすごい記事が週刊文春に載ったが、意外にのんびりムードで最近は NATO 首脳会議出席や中東歴訪など割と緩い外遊を続けているというふうに言われているんですね。来年9月に自民党総裁選が行われても今のところ岸田首相の脅威になりそうな人は見当たらないので、再選も十分に視野に入る。岸田さんはあまり慌てずにどっしり構えた方がいい。本人はむしろそういうスタイルの方が好きなのではないかというふうなコメントもされていますね。本当岸田氏の声が上がっていないというのは不思議でなりません。で、こちらカルタさんが紹介されていますね。島田さんのツイート、私立急落、岸田政権のサラリーマン増税、政府税調答申の課税強化策に唖然、見識ゼロの民主党政権。民主党政権時代、財務省は消費税を上げられるだけ上げた。今、子飼いの岸田、木原政権の間に全方位増税をとドライブをかけている。安定成長こそ安定財源との発想はなしと島田義氏、国が壊れる前に退陣をと。これは島田義氏のツイートを紹介されていて、岸田政権サラリーマン増税底なしというふうなザクザクの記事を紹介されて、このようにおっしゃっています。で、こちら、首相が自民、萩生田氏と会食、茂木氏とも面会、党内情勢など意見交換ということで、萩生田さんと会食をされたそうなんですね。どうなっていくんでしょうか。で、今日ですよね、死の真相を解明されていない。私はただ真実が知りたい。木原誠二官房副長官の妻の前夫不審死事件をめぐり、故安田種雄氏の父親ら会見と記者会見が行われましたよね。で、この件まとめてくださっていますね。容姿かと思うんですけども、MI2 さんがまとめておられるので紹介したいと思います。木原誠二官房副長官の妻の元夫で謎の不審死を遂げた安田種雄さんの父親ら記者会見、主な発言内容、同じ雑誌モデルをしていた、2006年離婚の話が出た、2006年自宅に向かうと血まみれで倒れていた、警察は自ら亡くなったと判断、2018年に警視庁捜査一課再捜査、その後捜査縮小、警察に対する不信感がある、2023年再捜査の上申書を提出、この事件を広く報道してほしい。木原誠二官房副長官の妻の父親は警察官というふうなことが言われていますね。はい。で、これについてはいろんな声が上がっていまして、アンケンナポリさんは、テレビ局は来てなかったけど、東京新聞や共同通信の記者は来てましたね。今回の会見の意義は大きいですね。これでマスコミ各社の報道も始まるのでは。特に気になるのが義理の兄とされる人物の存在。やっぱり文春はまだネタ持ってるなというふうに言われていまして、今後まだまだいろんな話が出てきそうですね。で、島田内さんは、私はがなぜ木原誠二氏をピンサロのフロアマネージャーと呼ぶか。単に風貌がそのままというだけではない。異次元のサービス、追加料金、増税一切なしと言いながら、鼻から増税を仕組んでいる姿勢がそのものズバリだからだ。日朝首脳会談となった場合、かつて小泉首相の脇で、安倍官房副長官が果たした役割を木原氏が担う。不安を覚えない方がおかしいだろう。というふうに言われていまして、はい。いろんな声も上がっていますけども。ね、このように疑念の声も、こちらですね。分配の話をしていて増税の話は一度もしていないと。
いうふうなこと的な発言を過去に動画の中でされていたんですが、結局増税路線ということなんですが、逆にこういう声も上がっています。見込み捜査中に過ぎないのに木原官房副長官の妻をこういう扱いする文春報道、報道関係者は大丈夫か、報道に問われる権力行使というふうな佐紀汁さんの記事も出ておりますね。波紋を広げる週刊文春の木原官房副長官の妻をめぐる報道、反自民論者たちの意外な冷静に共感する理由、報道への疑問、逮捕状もない段階で当事者の社会生活を破壊する妥当性は、というふうなことが言われていますね。はい。先に結論から言うと、筆者は19日までの文春の一方的な報道や文春に手放しに賛辞を送る報道関係者の反応を見ていると危うさを感じている。日本のメディア業界は推定無罪をはじめとする近代刑事法の原則をいかに軽視し、人権感覚がご都合主義になっていると改めて失望しているというふうなことも書かれています。はい、このように大丈夫かというふうな声も上がっていますね。はい、こちらはまだどうなっていくのか全然わからないので何とも言えないのですが、とにかく引き続きいろんな展開が起こっていくかと思いますので、引き続き様子を見たいと思っております。皆さんはこの件はどう思われますでしょうか？ぜひ皆様のご意見などもコメント欄いただけたらと思いますね。というわけで、ここから先はメンバーシップとプレミアメンバーシップ両方の皆さん向けてのコンテンツとなります。ここから先は一般公開で扱いにくいな情報も扱いたいと思っております。次は動画欄からご視聴ください。一般視聴様はここまでです。ありがとうございました。というわけで、他にもたくさん紹介したいんですが、本日は以上です。本日も22時から長谷川さん、久さんのツイッター探偵団アーカイブが残っておりますので、ぜひそちらもご覧いただけたら幸いでございます。というわけで本日もありがとうございました。それではまた。追伸最後はやっぱり癒し系動画で終わりたいと思います。本日はこちら。まさかすぎるということで見てみましょう。というわけでいかがでしたか？まさかすぎましたね。オウンゴール奇跡でしたね。はい。私も奇跡起こします。というわけで本日もありがとうございました。それではまた。